皆さんこんにちは、こんばんは。うぱまるさんの飼い主のハマです。いつもご視聴ありがとうございます。最近15センチ前後のうぱちゃんの環境について触れることがあったので、うぱまるさんの今の飼育環境になるまでを踏まえて、ちびうぱから大人うぱになるまでの飼育環境の変化について私なりに考えたことをお話ししていこうと思います。特に15センチ前後のうぱちゃんを飼っている方は参考になるかもしれないので、ぜひ聞いていっていただければ嬉しいです。私のチャンネルでは水流の強さとうぱちゃんの汚すスピードを基準に、10センチ以下のちびうぱは水替えメインの飼育、15センチ以上のうぱちゃんはバクテリアメインの飼育をなんとなくお勧めしてきました。もちろん小さいうちからバクテリアメインで飼育ができれば、水質の変化をなだらかにできるので、それができたら一番いいのですが、十分なバクテリアを育てるにはそれなりに設備が必要になるのと、そこそこ強い水流も必要になるので、強い水流はチビウパちゃんにとってストレスだったり、チビウパちゃんはそこまで汚さないので、毎日か2日に1回水替えをしていれば水質の変化も少ないと思っています。でもそのやり方が通じるのは10センチから12センチくらいまでだと思っていて、15センチ以上のウパちゃんで25リットル以下の水槽であれば、弱いろ過またはろ過なしの水槽の変化は 2,3 日でだいぶ汚れて水質の変化が起きてくると思います。ウーパールーパーは15センチ前後を境にうんち周期や運動量なども落ち着いてくる傾向にありますが、大きくなればなるほど汚す量も多くなっていくので、ろ過が追いつかず分解されない汚れは放置した分だけウパちゃんにダメージがあり、全冠水など大きく水替えをしてしまうと水質の大幅な変化で、それもそれでウパちゃんにダメージを与えてしまって、そのダメージの蓄積が体調不良を引き起こす原因になると思っています。エラが縮んだり尻尾が溶けたり食欲がなくなったり、免疫が弱くなって最終的には感染症にかかりやすくなると思います。大人ウパになる手前に体調不良を起こしているウパちゃんはたまに見かけますが、このウパちゃんの成長に環境が合わなくなってきているも原因の一つなのではないかと私は思います。なので15センチくらいになったら環境のアップデートをお勧めします。できれば1匹あたり60センチ水槽、外部もしくは上部フィルター、水槽用クーラー、ろ過効果のある底砂の使用が一番理想かなと思います。理由は、大きくなったウパちゃんがそこそこ運動しやすく、水質の変化も緩やかになりやすい水量と、ウパちゃんが汚すスピードにお釣りが来るほどのろ過環境と、クーラーの水温の一定化でバクテリアも安定しやすい、そしてアクアリウム用品はこの60センチ水槽を基準に出ているものが多いので管理もしやすいというのが理由です。ただ環境が良ければいいだけではやはり意味がないので、維持を含めた環境づくりが大事なのではないかと思います。アップデートしていく上で特に大事だと思っているアイテムは水槽用クーラーだと思います。ウーパールーパーは高水温に弱いというのもありますが、バクテリアを安定させるには水温の一定もかなり重要で、どれだけフィルターを大きくしたり水槽を大きくしたりしてバクテリアを増やそうとしても、水温がバラバラだと増えたバクテリアも水温差で死んでしまうからです。もちろん水槽用クーラーは高価ですし、それを使わなくても水温を一定化できるのであれば全然問題はないと思うのですが、私もいろいろ試した結果、圧倒的に管理が楽で安定しているのは水槽用クーラーで、水温が安定してからトラブルも減ったというのもあり、個人的にはウーパールーパー飼育には必須のアイテムだと思っております。ちなみに今の環境がウパちゃんに合っているかわからないという方は、
今の飼育水の圧勝酸が増えるスピードを試薬などで1週間ほど調べてみるといいと思います。検査の方法は動画も出しているので概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひご覧くださいませ。 2,3 日で数値が高くなってしまうようでしたら、それは環境が合っていない可能性があるので、ウパちゃんが体調を崩す前に環境を見直してあげてほしいなと思います。いかがだったでしょうか。ウパマル水槽も最初は小さな水槽と小さいフィルターでしたが、亜硝酸をできるだけ増やさず水質の安定化を求め、電気さえ通っていれば1週間放置してもある程度水質を維持できる環境づくりを目指しました。そしていろいろ試していった結果、今の環境でとりあえず落ち着いています。ですがまだまだやれることはあると思うので、少しずつこれからもアップデートしていきたいと思っております。ウパマルさんの飼育環境については以前動画を出しているので、気になる方は概要欄に URL を貼っておくので、ぜひご覧くださいませ。このチャンネルではウーパールーパーのいろんなことを発信していますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。いいね、コメントもお待ちしております。 Twitter、インスタ、TikTok もぜひ遊びに来てくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた。